こんにちは、こんばんは、ひなたです。今日はですね、じゃん、通販なんですけど、ナイスクラップでファルスクを購入したので、そちらを紹介したいと思います。あとね、ちょっとここにいるんだけど、無印のあるものを買ったのと、あとね、GU でもね、少しファルスクを買ったので、それを紹介したいと思います。じゃあまず最初、ナイスクラップから。また忘れちゃった、ナイスクラップだっけ、ナイスクラップだっけ、もうまた忘れた、ちょっと忘れちゃったんですけど、ですね、5点買いました。お洋服と、あとバッグを1つ買いました。じゃあまず最初、こちらレースのキャミソールです。みんなさ、レースのキャミソールだけで着ると思わないよね。あの、これはこの上にまだ買ったものを着るためのちょっと下のなんだろう、下服みたいな、下着っていうか、そのアンダーウェアみたいな感じで買いました。ベージュのカラーです。こんな感じです。結構かわいい。そしてなんかさ、こういうキャミソールってさ、ちょっとさ薄いのかなって思ったんだけど、結構しっかりした生地なんで、夏とかはこれ一つ着て軽いなんか上着みたいな羽織ればかわいいかなって思います。まあ夏でも春でも着れそうな感じですね。まず一つ目これです。これの上にちょっと着るのにいいかなと思って買ったものがこちらです。ドットのトップスです。これはレースみたいに、なんだろう、スケスケのトップスなんだけど、こんな感じです。これにさっき買ったやつをこんな感じで合わせて着るような感じです。なんかね、サイトでこのセットアップで着てるモデルさんがいて、すごい可愛いなと思って買っちゃいました。このセットアップマジ可愛いですよね。これ何でも合わせやすいと思う。これに黒のスキニーとかパンツとかでも合うし、結構タイトめなスカートが似合うかなって思いますね。でも私ね、スカートはあんまりちょっと履きたくないので、あのスキニーとかで着ようかなって思ってます。超可愛い。着てみるか。はい、着てみるとこんな感じです。ちょっとね、肩が落ちてるようなデザインなんで、やっぱり下はちょっと緩い感じじゃなくって、ぴったりした感じの服が可愛いかなって思います。ほい。なんかね、着た感じね、薄いから着てる感じしないかなと思ったんだけど、生地的に結構ね、凝縮されてるんで、そんな寒くないかなって思います。まあでもこれだけで出かけるのは多分寒いから、なんか薄いコートとか春コートとか着た方がいいかなって思います。お次です。ちょっと一回これ着ちゃったんだけど、こちらです。ちょっと薄手のニットのトップスです。これもすごく可愛いです。なんか最近さ、ちょっとこういう感じの首がなんかちょっとこんな感じアルメのやつが流行ってるのでしょ。でだよね。 あんま分かんないけど、これが流行ってるっていうのもあるし、袖のフリフリとかこの下の部分がフリフリしてるのがすごく可愛くて買ってみました。でしかもちょっとさ、このくすんだ感じのグリーンみたいな色と、あとなんだろう、茶色みたいな、この色がなんかチョコミントみたいな色合いですごく可愛かった。これも着てみたいと思います。はい、こんな感じです。袖の丈はこのくらいなんだけど、割とね、ニットの生地もしっかりしてるんで、そんなに寒くないです。春ってさ、昼間はすごく暑いからこれだけでいけると思うんだけど、でもやっぱり夜になると寒いから薄手のコートとか羽織った方がいいかなって思います。最近暑かったじゃん。その時の温度ぐらいだったら着るのはいいと思うんだけど、でまた最近さ、寒くなってきちゃったじゃん。ちょっと気温が低い時に着るのはまだちょっと寒いかなっていう感じなんで、もうちょっと暖かくなったらまた着ようかなって思います。でもすごくこれ着やすいです。でなんか首元が開いてないからさ、髪の毛アップとかお団子にしたらもっと可愛いかなって思います。はい、それではお次です。ちょっとこれも履いちゃったんだけど、こちらネイビーのデニムです。これは普通のデニムです。ちょっとね、股髪が深い系のデニムです。私ね、いつも履いてる黒のスキニーがあるんだけど、あれはね、ユニクロで買ったのね。ユニクロのやつがすごくね、あの股髪が浅くて、お尻とかパンティーがちょっと見え気味なのね。だから股髪が深いやつが欲しいなと思って探してたら、私の大好きなナイスクラップであったので買ってみました。すごく履き心地が良かったし、こっちの部分は結構ね、ストレッチが効くので、結構伸縮性がいいっていうのが私のあの決め手で、あのね、私のすごい悩みでもあるんだけど、なんかね、ここが膝だと思って、こっちのふくらはぎ、ひらめ筋とかある方は割とそんなに太くはないんだけど、そっから上の太ももがすごくあの太くって、高校時代チャリこいで学校行ってたっていうのもあるし、体操とかバトンとかやってたから、すごいここに筋肉がめっちゃついちゃって、すごく太くって、ウエストはぴったりめがいいんだけど、そのぴったりめをかぶと足が入らなくって、でちょっとワンサイズ大きいのを頼むと足は入るんだけど、ウエストがちょっとブカブカっていう感じのが多くって、でもこれは伸縮性がいいので私の足にフィットしてくれるし、ウエストもちょこっと
白いんだけど、そんなに気にならないぐらいなんですごく良かったです。デニムは履かなくてもみんな大体わかるよね、こういう感じ。これにこれ合わせるとすごく可愛かったです。インしたりとかしてね。はい、では次ナイスクラップで最後なんですけれども、ちっこいバッグです。こちらショルダーバッグです。なんか私いつも使ってるバッグの中身紹介で紹介した紫色のちょこっとちっちゃめのバッグがあるんだけど、それよりワンサイズちっちゃいバッグが欲しいなって思って探してたら、すごく可愛いこの子を見つけたので買いました。こういうさ、革みたいな合皮みたいなさ、バッグって最初の方ちょっと硬いじゃん。今開けてみてすごいびっくりしたんだけど、めっちゃ柔らかくてすごい持ちやすいです。で、中身は丸いボタンのやつでこんな感じです。本当にお財布とタオルとちょっと化粧直しの時に使う粉が入るぐらいかなっていう感じの大きさです。私このくらいのバッグがずっと欲しくって、あってもさ、ちょっと四角いやつとかさ、これの半分ぐらいとかさ、何入れんのっていうぐらいのさ、ちっこいバッグしか見つけられなくって、ちょうどいい感じのバッグとね出会えたのですごく嬉しいです。で、春っぽくベージュのカラー選びました。黒とかホワイトとかあったんだけど、ベージュかわいいです。明日から使いたいと思います。はい、ということでナイスクラップでは以上です。次に GU で買ったものもちょっと紹介したいと思います。ちょっと別の動画で1万円企画でね、その分のお買い物をしたプラス可愛いなって思ったものが1点あったので買ってきました。その動画はまた後日アップしたいと思います。こちらです。ティノサロペットパンツです。これはオーバーオールになってます。血のパンとかで、それの生地でちょっとワイドパンツっぽくなってるやつです。で、ウエストにベルトがついてて、こんな感じです。かわいい。なんか合わせた時にトップス黒でも合うし白でも合うし、こういうカラーでも合うかなと思って買ってみました。やっぱさ、 GU ってマジ安いなって思った。これで2990円だよ。そう考えるとちょっとナイスクラップちょっと高め、高めだけど、もうまあ可愛いから仕方ない。はい、ちょっとこれに合うかどうか分かんないけど着てみたいと思います。はい、着てみました。このトップスにはだいぶ合わなかったね。このトップスには合わなかったんだけど、すごく着心地が良かったです。で、このパンツなんだけど S サイズで155センチから164センチの幅らしくって、私150センチなんだけど S サイズちょっと長いかなと思って買ってみたんだけど、丈的にちょうどいい感じです。ちょっと上げるとくるぶし見えちゃうんだけど、下げるといい感じの乗ります。こんな感じの丈です。 S サイズでぴったりっていう感じですね。多分これめっちゃ可愛いからさ、買った人いるんじゃない。はい、ということでお洋服の購入品は以上なんですけども、こちら最初でちょっと見せたこの無印のずーっと欲しかったものを買いました。じゃんじゃーん、こちらです。皆さん知っているであろう無印のクリアケースです。これはお化粧品を入れるために買ったものです。お化粧品を入れるっていう、なんか綺麗にお掃除する動画、お掃除動画は別の動画でやろうと思うので、とりあえず買ってみたよっていう感じです。この2段のやつと3段のやつと、ちっちゃめな2段のやつと、ちっちゃめな1段のやつです。はい、もうこれがすごく嬉しかった。早くこの中にコスメを収納したいです。まあ、それはまたおいおい動画出そうと思うので待っててください。はい、ということで今回は春服の購入紹介プラスちょこっと無印の購入紹介でした。私の中で春は1年の中で2番目に好きな季節なので、いろんな格好をしていろんなところにお出かけしたいと思います。で、その動画とかね撮りたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Trail you're looking at. I'm glad you came for a while. I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear?